下久保ダム。下久保ダムは、群馬県藤岡市と埼玉県小玉郡上川町に、またがる、一級河川、利根川水系管長川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する多目的ダムで、包み高129.0メートルの重力式、コンクリートダム。首都圏の水亀である、利根川水系8ダムの一つであり、規模としては、焼き沢ダム。 利根川に次ぐ大規模なダムである。また、カラス川流域のダム群の中では最も規模が大きい。ダム湖は河川名を取ってカンナ湖、カンナ湖と命名され、2005年、平成17年に当時の小西町の推薦によって財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。カンナ川は群馬県内における利根川の主要な支流である。 カラス川の右支線である。群馬県、埼玉県、長野県境にある三国山を水源とし、日本航空123便墜落事故の現場である、オスタカの尾根の府を流れ、上野ダムを過ぎて北へ流れ、田野郡上野村奈良原で東に向きを変える。その後は、国道462号に並行して東へ流れ、藤岡市に入ると、群馬、埼玉両県の境界線となり下久保ダム。 南京を通過後再度北へ流路を変える。藤岡市を通過し、関越自動車道を、神奈川橋を越えると直ちにカラス川に交流し、間もなく利根川に注ぐ。流路延長約 87.4km、流域面積約 407km の河川であり、長さだけで言えば、カラス川よりも長い。ダムは、神奈川の中流部、藤岡市と上川町の境に建設された。 名称は建設された場所に由来する。なお、ダム完成当時の所在自治体は、田野郡小西町と小玉郡上泉村であったが、平成の大合併によっておのの、藤岡市と上川町になっている。また人造湖である、神奈湖の一部は、秩父市にもかかっている。1947年、昭和22年カスリーン台風が襲来し、大打撃をこむった、利根川流域。 根本的な治水対策が求められるようになった経済安定本部は1949年昭和24年に利根川をはじめ全国主要重水を対象に河川海底改修計画を策定した利根川については利根川海底改修計画を策定これに沿って建設省関東地方建設局現国土交通省関東地方整備局は 利根川水系に旧の多目的ダムを建設して、利根川の総合的な治水を図ろうとした。カラス川は、高崎市、藤岡市など、群馬県西部、西網と呼ばれるを網羅する、利根川水系の主要な支流であり、流域面積は、群馬県内の利根川水系では屈指であったため、利根川の治水対策に与える響きは大きく、河川整備は必須であった。建設省は、カラス川流域で、 流域面積の広い神奈川に着目、当時の田野郡を西町坂原、現、藤岡市坂原に、坂原ダムを建設して、止水を行おうとした。高さ120.0メートル、総貯水容量が、約2、200万トンという規模のものであった。だが、坂原ダムは、調査を行っただけに終わり、その後より良いダム地点の検索を行った。 坂原ダム中止後はより上流の田野郡中里村、現、田野郡神奈町香原地点に、香原ダムを建設する計画も浮上したが、これも断念された。曲折の後に、現在のダム地点と、下流500メートル地点の2カ所が、最終候補として選定されたが、下流案は、地質的な問題があり、最終的に現在の下久保地点が、ダム地点として決定された。 こうして建設省直轄ダムとして1959年、昭和34年4月より事業が着手されたが、この間に東京都をはじめとする首都圏の人口急増に伴い、水需要が逼迫。このため系統的な水資源開発が求められて1962年、昭和37年に、水資源開発促進法が制定。利根川水系水資源開発基本計画。 フルプランが策定され、囲碁水資源開発公団、現、水資源機構による、総合的な水資源開発が推進された。これを受け建設省は、事業展開していた焼沢ダムと、この下久保ダムを公団に、事業移管し1965年、昭和4年より、本体工事を開始、1968年、昭和43年に完成した。 ダム建設に伴って、群馬県、小西町、万馬町と埼玉県、上泉村、吉田町の2県4町村にまたがる321個364世帯が水没対象となった。このためダム建設に対する反対運動は激しく、保証交渉は長期化した。最終的に、インフラ整備や地場産業発展育成などといった、保証内容が提示されて、交渉は妥結した。 首都圏発見の尊い犠牲となった364世帯の住民への報恩のため、現在ダム棒には、傍教の日が混流されている。この石踏みには、ダム建設に伴って故郷からの移転を余儀なくされた住民すべて氏命が掘られており、苦渋の決断を行った住民の労苦を忍ばせる。なお、傍教の日の猛筆体を記号したのは、当時の内閣総理大臣、佐藤栄作である。 ダムの目的は、洪水調節、不特定自水、水力発電、上水道、工業用水、灌溉である。洪水調節は、他の利根川水系ダム群と連携した形で、行われ、地水基準点である、伊勢崎市八戸島地点における、計画洪水流量、過去最大の洪水流量。利根川の場合は、カスリーン台風時の洪水が基準となる。 毎秒1万7千トンを毎秒1万4千トン、毎秒3千トンのカットに低減させる。ダム地点においては、毎秒2千トンの計画降水流量を、毎秒500トン、毎秒1500トンのカットに大幅に低減させる役割を持つ。完成以来、天馬部分にある非常用洪水廃機ラジアルゲートは一度も開かれることがなかったが、2005年5月、 点検を行うため30年目にして初めてラジアルゲートを開いて放流を行った。この時は地元住民や観光客のほか全国から多くのダム好きが集まり豪快な放流を堪能したという。考えについては神奈川と利根川の下流域の約12000ヘクタールに対して毎秒10トンを農反旗に放給する。浄水道については 東京都と埼玉県に対しそれぞれ日量108万トンと日量13万を供給し工業用水道については埼玉県に日量15万5520トンを供給する。これらの水は、利根大関より武蔵水路、浅香水路を経て東京都水道局、三里城水上に送られる。水力発電については群馬県企業局の下久保発電所、 認可出力1万5 0 0 0ットに加え、戦術の河川維持放流を効率的に利用するための、小規模水力発電として下久保第二発電所、認可力2 7 0ットが設けられている。直下流に高さ20.5メートルの重力式、コンクリートダム、浸水ダムが、群馬県によって1967年、昭和42年に建設されているが、 これは発電所放流後の不安定な流量を一旦貯水することで安定化させ、定量を放流することで急激な増水や減水を防止する逆調整地の役割を持つ。さらにこの逆調整放流も利用して、鬼種発電所による発電も行う。ダムは上流側に向かってアルファベットの L 字型に折れ曲がっているが、これは 貯水容量を確保するには現在の高さにしなければならなかったが、通常の設計では技術的な問題があったことによる。このため、埼玉県側に高さ73.0メートルの補助ダムを設け、結果的に L 字型の特徴的なダムとなった。補助ダムの岩盤は透水性が高かったため、水を遮断する措置が必要となり、上部をアスファルト、下部をコンクリートで舗装した。 車水壁で水を遮っている。ロックフィルダムに似た工法である。また、完成後貯水池深層部からの取水による冷水問題が起きたため、対策として貯水池表面の日光で温まった水を取水する表面取水設備を197年、昭和52年に設置している。不特定利水については、当初の目的には入っていなかったが、2001年、 平成13年より実施された、下久保ダム水環境改善事業に伴う、河川維持放流が目的として追加された。これは、ダム完成後、長年にわたり、無水区間であった、直下流にある国の天然記念物に指定された、名称、南石橋、三馬石橋の清流復活が、最大の目的である。南側大の語源にもなった、南石橋は、 美しい結晶変顔と荒々しい流れが織りなす清流であった。美しい岩は南意識を48番と呼ばれ岩ごとに名称も付けられ、洪水の際に土砂で磨かれることでその美しさを永続させ、高価な庭石として地元の特産品にもなっていた。ところが、下久保ダム完成に伴い併設された下久保発電所により取水された水が谷を越えて、 下流に放流されるようになった。このためダムから発電所放流口までの約4キロメートル区間、すなわち南石橋の大半で流水が途絶し、以後30年以上の間無水区間となった。これにより、南石は黒ずんで輝きをなくし、川原は雑草が繁茂して三波石橋は荒廃。名産品である南石の品質低下にもつながることから、峡谷の清流復活は、 地元の長年にわたる悲願であ。1997年、平成9年の河川法改正により、河川環境の維持が治水、利水に並ぶ法の最大目的に規定されたことから、国土交通省や水資源機構は、全国のダムにおいて、河川維持放流設備を設置して、河川環境の向上を図った。下久保ダムでは、河川維持放流を行って三波積橋の清流を、 復活させる、下久保ダム水環境改善事業に乗り出した。これは、ダム直下に、下久保第二発電所を設けて管理用発電を行いながら、維持放流を行い、流水を復活させると同時に土砂を下流に積んで、洪水時に流化させるというものである。南石は洪水による土砂で磨かれ、美しい緑色を保つことから地元では、洪水は、 南医師の化粧水とも呼ばれており、かつての河川環境に近づけることを最大の目標とした。こうした対策と地元住民と共同で環境整備を行ったことによって三波石橋に清流が復活、徐々にではあるが、かつての光景を取り戻そうとしている。現在では浸水公園を設置し三波石橋に身近に触れる環境整備も行っている。なお、南医師は、 国の天然記念物に指定されているので、石の代償に関わらず許可なく採取することは文化財護法に基づき禁止されており、違反すると処罰される。下久保ダムの完成により、神奈川の治水は効果的に測られ、ダム完成以降神奈川の大きな水害は発生していない。2005年には最上流部の田野群上野村に、 東京電力が上野ダム、包み高120.0メートル重力式を完成させている。これは全面稼働すれば日本最大となる溶水式水力発電所、神奈川発電所の下部調整地として建設され、上部調整地である南相きダムと共に分水嶺を舞いで認可出力282万キロワットの電力を発生させる。また、 支流の塩沢川には小規模生活貯水池として、塩沢ダム、包み高38.0メートル、重力式が1994年、平成6年に完成している。一方、神奈川が合流するカラス川であるが、1965年、昭和40年に、当時の群馬郡春名町、現、高崎市春名湖町本城地先に建設省による、本城ダム、 湯戸の山ダム計画が不上し実施計画調査、行われたが中止、その後補助多目的ダムとして1984年、昭和59年により、当時の群馬郡倉淵村、現、高崎市倉淵町に倉淵ダムが着工されたが、公共事業見直しによって2003年、平成15年により、事業凍結している。川、川流域では、同川ダム、同 旧川や、霧積みダム、霧積み川が建設され、坂本ダムが、砂防ダムを再開発して、ダム化している。現在は、薄井川支流99川の小札船、マスダ川にマスダ川ダムが計画中であるが、不要な公共事業で税金の無駄遣いとして、日本共産や市民団体が反対している。下久保ダムについては、地球温暖化に伴い全国的に極端な、 集中豪雨や長期間の干ばつの被害が毎年多発している現状で、首都を抱える利根川水系の治水及び利水を図る目的で、2005年より利根川上流ダム群再開発事業を国土交通省関東地方整備局が計画している。これは利根川水系のダム群を効率的に管理するため、利根川水系8ダムに加え8パダム、 東ズマを加えた総合的なダム再開発を行うものである。新規のダム計画やカラス川遊水地計画など様々提案されたが、最終的に藤原ダム、トネ川、その原ダム、片品川とこの下久保ダムが再開対象となった。下久保ダムについては、神奈ナ湖の満水位を低下させて、洪水調節容量を確保する有効貯水容量の変更を軸にした。 再開発を計画している。すでに、カンナ湖は、観光や漁業において、重要な役割を持っていることもあり、沿岸市町村と、国土交通省との間で現在対策を、接衝している。ダム湖である、カンナ湖は、群馬県南部にある人造湖としては、最大のものである。湖岸は春になると、ソメイヨシノが咲き誇り、花見の名所となっている。また、 ヘラブナなどの魚類も多く生息することから、埼玉県側の氷炭島周辺などのスポットに多くの釣り客が訪れる。長瀞や富岡製糸場、秩父といった観光名所や名称も比較的近い。ダムへは上信越自動車道、富岡インターチェンジから群馬県道、埼玉県道13号前橋長瀞線定油で国道462号に入り、 尾西、上野方面へ進み下久保トンネルを過ぎてからすぐに、左折する。本庄小玉インターチェンジより国道462号を、藤岡方面へ直進しても可能。ダム直下へは、尾西中心街を通過後三波石橋へ入る。道路、案内標識ありがあるので、左折し直進する。南石橋の景観を過ぎると、完全に、巨大な停滞がそびえ立つ。 公共交通機関では、JR 東日本高崎線、新町駅か八高線、群馬藤岡駅下車後、日本中央バスの路線バスで、万羽、または上野村方面行きに乗車する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。